坂46の1期生、斉藤飛鳥、24が18日、東京ドームで卒業コンサートを開催。昨年末にグループから卒業していたが、この日をもって正式にメンバーとしての活動を終えた。2011年8月、乃木坂46の第1期生オーディションに最年少メンバーとして合格し、長きにわたりエースとして牽引してきた。アンコールでは白いドレス姿で登場。卒業スピーチとしてアイドル最後の思いを伝えた。斉藤は昨日、今日と心から楽しい。幸せなライブを作ることができました。でも、私がライブとか、乃木坂としての活動を、心から余裕を持って楽しめたのは、ちょっと遅かったかな。回りくどい生き方をしてきた、なと振り返ると思います。いろんなキャラクターも迷走したし、メンバーやスタッフさんに頼ったり、甘えたりするのもなかなかやり方がわからずに、と、素直に吐露した。それでも、自身ラストシングルとなった3ファーストシングル、ここにはないものを、はじめ、裸足で、サマー、いつかできるから今日できる、自己中で行こう、シングアウトの5曲で、シングルセンターを担当。これまで24枚のシングルで選抜入りしてきた。斉藤は穏やかに楽しく生きれているのは、乃木坂に席はるみんなが周りの人を大事にしているからだなと思います。恩返しという言葉があるんですけど、私はもっと好きな言葉、恩送りがある。その言葉を知ってからメンバーやスタッフさんに対しても気持ちの整理ができた気がした。恩を返すだけでなく、どんどん恩を送っていいって連鎖していくのは素敵だなと思う。それは私たちも歌で歌ってるなって思うし、その弦、歯を今はすごく大切にしていますと伝えた。学生時代には不登校を経験したことを告白。乃木坂で一緒に過ごした一期生のみんなはどう？人としてすごく心が通った瞬間があった。今は乃木坂を守ってくれてる後輩の子たちがすごく大切ですと声を詰まらせ、ファンに絶対にこれから乃木坂46のみんなのことを守って、見守ってほしいなと思ってます。もう一期生いない乃木坂46になりますが、これからの乃木坂46をどうかよろしくお願いしますと頭を下げた。卒コンは前日17日に行われた初日公演と合わせ各日5万人、計10万人を動員。生配信を含め、大勢のファンがアイドル、斉藤飛鳥のラストステージを見守った。